本日は無印良品おすすめの食品、ヘルシオで頭を使わず絶品晩ご飯をご紹介します。満足度めちゃくちゃ高いよ。お疲れ様です。奥さんです。はい、買ってきました。いいご飯とおたてがいが汁と昆布のご飯。そして、この中に具材を入れて、これは水切りしなくてよかったのか、問題ありません。はい、じゃあこのまま炊飯していく。紫の入って、これは後でスープかな。こんな入ってたんかい。これはスープに使いましょう。いい感じだ。じゃあこのままヘルシオに入れていきます。カキ珍しいよね。ちっちゃくてかわいい。おいしい。うずらの卵を味付けしてあります。これ食べよう。あー、すごい分厚。こうやって包みながらやってみます。まず5本。すごい分厚いよこれ。あ、
顎が。カンピが運んでくれました。いただきます。ん？なんじゃこりゃ。こん中全部空洞なんじゃないってこれ。これは美味しいわ。カフェじゃんこれ。カフェ。何でしょうこの軽さ。パンの軽さ。中入ってないみたいパンが。こういうのに入ってるベーコンってあのピンクのベーコンでしょ？ピンク色の。これはね、ベージュみたいなの。ベーコンなの。これがぶりつけたいね。うん、疲れすぎかもしれない。美味しい。どうするか。うまっ。美味しい。どこがすごいわ。どこ？どこ？どこ美味しい。いかがでしたか？何もしたくない時のヘルシオと無印は最強コンビでした。手が込んだ料理ってのもいいけど、奥さんはとにかく頭を使いたくない、かっこ使えないから、ヘルシオをうまく使ってとことん楽な調理がしたいって最初の動画からずっと言ってるけどね、今回の動画でまた改めてそう思いました。毎日こんな風に冷凍食品とかを使うと、やっぱりコストもかかるし栄養面も気になるけど、週に1回とか1食をこんなんにしたって全然いいし、たまには力抜いてみませんか？特に栗ご飯が美味しくてね、普段栗ご飯を美味しいと言わない夫もこれは美味しいって言ってたので間違いありません。この栗ご飯、最初かき混ぜた時は味あるとっていう見た目に反して、お出汁の味がしっかりで、市販の炊き込みご飯の素特有の変な癖みたいなのが一切なく、ご飯屋さんで出されてもおかしくないくらいの本当にリピしたい一品でした。他の種類の炊き込みご飯も絶対美味しいよね。ホタテのも美味しかったしね。また試そうてな感じで、また頭を使わない満足度の高いヘルシオかける〇〇シリーズもやりたいと思います。本当はもっともっともっとしたいんだけど、編集が追いつかないってこればっか言っとる。アンドロイド奥さん欲しい。本日は無印良品をおすすめ、あ、間違えた。本日は無印良品おすすめの食品。え、めっちゃ固まる。本日は無印良品。わあ、どうしよう。固まる。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。
入ってきちゃった。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。